え、皆さん、こんにちは。この間は突然の報告にもかかわらず、うん、多数の人がそう、千葉までね、千葉まで来てもらっちゃって、本当にありがとうございました。ありがとうございました。まあ、また今度は愛機体験会、うん、だったけど、僕はちょっとほとんど撮影に忙しくってやっぱりね、あれもね、無理突っ込んだだけあってね、結構こうね、パツパツだった。パツパツだったね。っていうか、ほら、場所とかもさ、うん、撮ってるところでなるべく入らないようにやるとかしなきゃいけないじゃん。うん、なかなか結構難しいものもあったね。うん、なんでね、本当に来てくれた人は本当ありがとうございました。ありがとうございました。ちょっとあんまりお構いできなくてすいませんでした。特に僕はあんまりお構いできなくて。うん、でも、ああいうので本当にね、来てくれるっていうのがね、分かっちゃったから、ちょっとびっくりなんでね。そうね。本当嬉しいよね。嬉しい限りでね。うん、まあ、ああやってわざわざ気にかけてもね、意外ともう見てるなみたいなもう感覚でいたけど、意外と皆さん見てくれてるじゃないですか。もういい加減ね、ネタないからね。とあと、何回もやっててなんかかからなかった人とかね、まあ、朝が来ないだろうと思ってるじゃない、こっちだって。これがね、こいつがこう付き合っていただいてねリピーターさんで。いやいやいや、だこれからも、もしそういうなんか機会、まあ、作っていくんでね、ぜひ来ていただけると、うん、そうね、ちょっとバージョンアップして、うん、まあ、ちょっとね、長村さんも本調子じゃなかったからね、腰、うん、の調子がまだ、うん、でもね、実際やってみてね、うん、触れ合い機はすごい難しいんだけど、うん、違うのだとちょっとだけ反応してくれるっていうのが分かったから、うん、ちょっと自分としてはね、うん、ちょっと嬉しい。まあ、今後は触れ合い機にこだわらずに、待機の技で、うん、もう、あと今新しい技を開発したんですね、私。ああ、そうそう、枝分かれしてね、長さの場合はもう、ホイントで繋がってるだけだからね、ドッカーンってこっちにこう、そう、それでも。でほら、もともとほら、岡本聖吾の道場にいて習ってたわけじゃないから、うん、ちょっとそこいら辺はちょっと別口でね、こういろいろと。まあ、新しく、中村式で、うん、やっぱり、中村流忍術か。修験道で。忍術はね、ちょっと、なんか、なんかしょぼくなっちゃうから。安っぽくなっちゃう。安っぽくなっちゃう。修験道で。まあ、そういう感じで。うん、中村式だから、大統領合気柔術なの、大統領気合柔術。気合柔術、うん、まあ、今年の夏もちょっと今年の夏ちょっとやってみたいなね、4時間何も水を飲まずに動いてみるってちょっとやってみようかなと。つけないよ。せっかくだからやってみようよ。4台使うわけみたいな。草刈りの現場で何か3人食べてますみたいな。どこも巻き添えになってたみたいな。みんなで何かしないけど、ライブ中継の状態でパタッパタッ。なんか動かねえぞみたいになって救急車は気がついたら救急車がガーってずっと止まれてみたいな。それはそれでなんか面白いな気がする、うん、いやそれはまずいわ、面白くないよ、命にかかる、命にかかるから、うん、ちょっと横についちゃった、うん、まあまたね、アイキの進化の具合、うん、まあでも別にね、中村さんは常時体験ウェルカムみたいな、ウェルカム感じでね、やっていって、まあ、うちは一応道場だからね、長沼さんある意味こう遊撃選手みたいな感じ。うまく、なんかね、俺気づいたんだけどね、うまく活用されてるなと思ってて一番楽しませてくれてるんだからいいじゃん。でもこれからでもほら、そういう時になるとほら、その、うん、この前ほら、中島さんと平野さん来たでしょ、うん、あの二人の踊りが起きるんだけどね、でそういう感じで来てるし、また他の、うん、ね、他の機会だったら また他の人間も来るだろうから、うん、そういう人ともほら来てくれた人が、うん、こうやれるっていうね、そういう楽しさになるでしょ。だから定常会の会員の未完成ならどこも現場で通じるかと、うんうん、あそこで通じなきゃ道場はまだ開けねえぞみたいな感じでね。でやっぱり言ってたのが、でも確かに難しいんだけど、うん、面白いっていうことはなくて、うん、ね、長嶋さん流されてると思って、うん、一生懸命一生懸命、いや、ああいうの面白い、本当面白いと思うよ。本当体験させるつもりなかったんだけど、もう目にかけかねてさ、ちょっとかけちゃったんだけどさ、怖いんだよ長嶋さんってやったら面白くてさ、一回アイキってさ、かかってけっていくとさ、うん、
そこにルートができちゃうからさ、そうするとさ、今まで全然かけられなかった中野線が急にかけられるようになるみたいな。あれ面白いよね、うん、ここのさ、なんか ここまでダメなんだけど、ここからなんかこうピッて出たのがあると、そこからなんかピッて上がってこう行くっていう。今まで全然俺がピッピッピッてやった瞬間、長野ピッてしか、あ、何言うなみたいな、同じことやってんじゃんみたいなね何が違うんや、先生何したのみたいな、ね、何が違うんやちょっとその時横で誰かと、あ、見てた話だ、友達が聞いて、うん、なんかこんなそんな感じで、まあ何かの集いがあって、うん、長野さん見つけたらちょっとかけてもらってもいいですかみたいな。あ、それはもう全然気軽にね、もう全然気軽にもう、うん、もう本当に気軽に声かけてもらって、うんね、それでいろいろと、うん、でその他のこともいろいろ喋れるじゃん、うん、それはまたそれでまた面白いし、なんか佐川道場に行ってた人とか聞いたでしょ、うんうん、そうそう、それで例えばその佐川道場に行ってて、例えばその佐川のゆきちゃんの手を取れたかっていうのを聞いてみたら、いやそれは無理だったと。まあ、うちの会員にもね、サラドウジを出身の人いるからね、まあ、手を取らせてもらえる、うん、まあ、そういうの取れるような雰囲気じゃなかったって言ってたけどなんかそういうこと話すことするみたいなすごい、すごい無言のプレッシャーがあったって、もう神のようになってたんだけど、うん、ね、まあ、そういうのとは、ね、全然違うからね、もっとすごいザックかなんかに、ね、はーいって言ったら、はーいちょっといいですかねはいはい中野さんその辺オープンマインド、オープンマインド、オープンマインド、もうオープンマインド、いくらでも置いてみたいな、世界の人間に全てオープンマインド、まあこの次の話もつながるけど、アイキですな、精神のみたいな、うん、そっちに行っちゃうなんだよね、なんかね、でもね、まあいろいろやっぱそう思ったら岡野先生すごいね、あんなにみんな枯れてたんだから、でほら、あえてそんなになんていうの、他の道場の話とかと違って、あの人はすごい気さくじゃないな、うん、もう基本的にかけなくてしょうがないよな、まあ極端な話、近くにいるじいさんみたいな感じですよおじいちゃんのね、酒好きのバックパックにはワンカップを4つ入ってて非常時に備えて備えて4ついる、必ず入れようと思って、非常時なんですか先生、そうでしょ、地震で起きてお酒が飲めないんだったらどうするんですかって言ってね言ったら、アル中だよっていつも酒飲んで稽古してるただ酒飲みてるだけじゃないからこう、文京スポーツセンターのあの前の公園のベンチでこうやってタバコ吸いながら、若っぽホームレスかよみたいな感じだよね先生のお前するときは必ず若っぽうぜき4つ4つお住まいしなきゃいけない、非常時ですね。もう非常時もないと思うんで。仲間には行ってみたい気もするけどね、先生。まあもうちょっとできてからでもいいかなっていうね。うん、まあ俺が行ってもなんだって感じだけどね。うん、墓参りか。墓参りって体験させてもらえないもんな。そこが残念だね。残念だね。そこ残念だね。先生の動画一番最後で俺が見てるって言ってるので亡くなる半年前ぐらいかな、うんうん、の2015年の1月の下旬に亡くなってるんでね、うん、誕生日90歳の誕生日直後で、うん、でなんかな夏だか10月だかにやったセミナーの動画があって、それが最後になってるかな、うん、この世の中で残ってる、うん、まあ晩年どうだったのかは俺はあんまり知らないけどね、俺がいた頃はまだ元気だったけどね、多分中村さん手取った時って脳梗塞の後じゃないかな、前かな、あれって前じゃなかったかな、あれは前かな、うん、あれ、うん、でも歩いてたよね、歩いてる歩いてるっていうことは脳梗塞があったんで、あ、じゃあだってあの先生基本はチャリで来てで、脳梗塞でやってから自転車乗れなくなって、あ、じゃあ後だわ、うん、歩いてたよね、だってずっともう歩いてるじゃん、うん、だから後だよね、うん、大体普通90歳で実は脳梗塞で倒れたら復活しないよ普通、うん、どっかしら障害残っちゃうでしょ、うん、ちょっと一時期記憶と足腰弱かった時があったけど、うん、なんか最後の方が普通だったもんね、いや、だって俺が行った時でさえも普通じゃん、普通だった
ごく普通じゃん。本人もちょっと実は結構フラフラするんですよねなんて言ってたけど、まあそこは武道家だよね、うん、やってる時はダーンってぶつかってハーンって跳ね返されて、うん、だって俺の方がジジブトショーって言ったら本当にブトショーって言ったらそのぐらいの、そのぐらいの技のキレがあるんだから全然、全然大丈夫でしょ。もう晩年は亡くなっちゃった時はなんか結構の話を聞くと、まあ、結構弱くなったか抱えにくくなったか同じ技をずっとやるようになったとかっていう話を聞く、まあここで先生のそういうこと言ってもしょうがないからやってるか年も年だもん、まあ、もう90歳ならね何を言うって感じで、ね、勘弁して勘弁してくれよって話でしょ。それは理想系でいいやね、死ぬ直前まで現役って理想だし、まあ現役っていう意味は先生現役だったと思うけど、うん、まあね、ちょっと亡くなったタイミングが悪くてでもまあ脳梗塞経過ただ単にいわゆる筆直、うん、まあ全部聞いた話だけど、うん、風呂場で倒れちゃったっていう、倒れたのが脳梗塞なのか筆直なのかわかんないけど、うん、まあもうさすがにそれで倒れちゃったらもうっても厳しかったもん。いやだって90歳の誕生日2週間前みたいでしょ、うん、それはもう辛いでしょ、うん、もうっていうかもうそこまでいったらもうあれ寿命でしょ、もうまあ寿命、自己死、知恵や自己死みたいなで助かろうと思えば助かった、うん、たまたま誰も発見しなくて朝までその倒れたままになっちゃっててっていう状態でなっちゃったみたいだけど、うん、まあね、先生の手はわざわざ日本中に広がってるから、うん、まあそんな感じで中村さんもいろんな人にこうかけてって、こう人一人違うからね、うん、やればやるほど上手くなるの実際からね、そう聞こうは聞かまえ、聞かなかろうが、うん、結構した相手の人数によって上達の具合が変わるから、うん、やっぱほらその人人によってさ、うん、違うじゃん、全然違う、全然違うじゃん、全然全然この間二平さん参加して、うん、ちょっと二平さんほらいつもは成子さんと二人で、うん、ちょっと高いこっちなんかも5人ぐらい来たのかな、うん、やったけど全然違いますよ、ね、うん、全然違うんだよね、うん、どこだよくタイミングがどうのこうのあのこうのとか言ってるけど、結局あの技ってさ、その個人個人によってある程度のそのこの中で合わせていかないとかかんないじゃん、タイミング関係ねえとかじゃなくてそのタイミングに合わせてやらないとかかんないからさ、だからこうね、痩せた人、太った人、でかい人、小さい人、力が強い人、弱い人、運動神経がいい人、悪い人、これこんな風に組み上げてみんなバンバンだから、それのデータベースが多ければ多い方がよくかかるっていう、そういうとこだからね、まあ、やっぱこう、これから先は何かのイベントを我々がやるたんびに長村さんに会えば一言、すいませんちょっと会いにかけてもらってもいいですかって言って、いいよっつってあそれからこの前も言っちゃったんで、またここでも言っちゃおうかなと思ったけど、日派のこのいつもやってる道場、うん、私だけは体験系なんでそう、うちポリシーがすごい変わってうちは天正会が基本的に体験はないんだけど見学に来た時に中村さんがいて中村さんにかけてもいいですかっていうのは自由、それはもう中村さんは自分で頑張りしょって自分でやってるんだから、それは中村さんの技をどうやろうが中村さんの勝手だからね、もう私の場合には OK なんで、うん、もし天正会の見学に行きたいっていう人で、うん、愛機かかってみたいっていう人は、ぜひ私に言ってもらえますか、中村さんならさんなら無理なんだ、あとその時に誰かしらなんかほら、うん、他の人間がいたらさちょっとやってみたいそういうのもあると思うんで人巻き込んでくってどんな人巻き込んでくるこれでヒアさんなんか現れてやってやってって多分心の準備やってきてるんだったと思うよえって一瞬、うん、まあでもね俺としてはやるやらないだったらやった方がいいと思うよ、あれは。まあいいんじゃない、うん、やることはいいんじゃないか、うん、経験値っていうか、なんだろう、その自分今まで道場の人間たちだけで稽古してる時と違う人間がポッと来た時のその差っていうのが分かるじゃん。そう、いろんな人間と、俺6回に行ってたからさ、うん、なんだかんだで数百人と手取ってるから、うん、数百人、100人以上取って、200人ぐらいは手取ってるから、うん、
でやってるから、まあ、その分のね穴埋めをああいうところでやって、うん、いろんな人手取ってやってみるのもありだろうね。まあ六方会の人間だとね、さっきのあれだな、俺が中島さんがやってた人にかかんない時にかけたり急にかかるようになったじゃないけど、いい感じでみんなパブロ化してやるんだよと思って先生に言って六方会の人はね、ほんとパブロフなんだよね。もういいから、もう LINE できてるから、ピッてスッチョスとピッて入るっていう何回も何回も顔先生にそれを押されるからまだね、あの兄貴と呼ぶのが分かってなかった時にも、あのまあ K さんという人がかかってくれてたからねK さん元気かね、うん、K さんね、K さんちょっとなんかたまに会ってみたい気もするけど、どうなったのかなっていう。だから、西島がスポーツセンターに来てた人もさ、うん、すごいかかりよくて、なんかわざとかかってるのかなと思って。井本さん、まあ、そうですね、井本さん別に不誠実かなくて。そうそう、ほんで、うん、井本さん、で、ほら、何回かやっててさ、うん、かかってんのかなと思って、かかってますかって言ったら、怒れたもんね、かかってますよまあでも、同じほらさ、あのほら、うちの道場ほら、奈良さん以外に、あと古賀さん、うん、古賀さんの店長、古賀出身だから、古賀先生のこと知ってるし、あと、古賀先生の私知ってるっていうみたいな、川田さん。ああ、確かにね、うん。川田さんはね、辛いんだ。レザータッチなんだ。川田さん、よくかかる子なんだけどね。レザータッチなんだよ、もう。柔らかくさっとくるからね。川田さん、西野やったりとか、いろいろやってるからね、無人会でも言ってるし。なんか今の崩壊に戻ろうかどうかとかね、なんか就職外来に復帰するっていうことで、で職場がまた東京になるから、またちょっとやろうかなと思ってて、それで崩壊に戻ろうかなと思ってるらしいんだけど、そんだったら2泊来ればいいのか、2泊はちょっと遠いんじゃないしながらからね、あと帰りが大変か、だから川田さんあっちでしょ今、だ池袋ぐらいでやってるはずだから、下のボツ行くのは全然近いもんかな、そうそうそう、だから定期で行ける。ただ、まあ、六方会の人たちがね、今の六方会の人たちが、どう見てるか知らないけど、俺と仲いいところ、非常にいじめられる可能性があるかもしれないよっていう、知らないよって言ったら、いや、知らないでしょって言って、分かんないよ。まあ、合気道の動画には勝ったと思ってないから。映画にガッツリ映ってるからね、まあ、映画見えてるわけじゃないからあれだろうけど、予告編であれで川田さんって気づくのもなかなかないから、難しいだろうな、まあ、そもそも残ってない話だけど、我々のせいかもしれないけどねあと、ガム先生の話知ってる人そんなにいっぱいいないもんな、まあ、純ちゃんちょっと知ってるけど、純ちゃんか、じゃあ触れない気分やめたんだけど、純ちゃんどこ行っちゃったか分かんないんだね、生きてんのかね、平塚にいるのかな、まあ、純ちゃんとか日本人じゃなくてオーストラリア人なんだあと知り合いでね、まあ、K さんもそうだけど、あの人みたいだけど、まあ、他の旧面々とかもどうなってんのかなって感じだけどね、鈴木さんとかね、あの女の人とか、コンタクト取ろうと思えば取れるけど、今やってかかるかどうかすごいね、どうだろうね、鈴木さんとかはなんかかかりそうな気がする、鈴木さんは嘘がないからね、嘘がないからかかるような気がする、Kさんとかはね、ちょっと心が病んでるからね、心が病んでるとかがない気がするね、あとは、なんかわかんじゃない？あの時代よりは格段に進歩してるからね。まあ妹さんにはなんかちゃんとかかったらしいからね。まあ妹さんも反応いい、俺と一緒だね、反応いいからね。で俺もだって初めなんかあまりにも反応いいからわざとやってくれてるのかと思っちゃったもん、ね。どん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 なんか強くいっちゃうから。妹さん、まあなんかね、旧六方会の OB 会みたいなのやってみてもいいんだけどね。旧六方がみんなこう
追い出されちゃった人たち、うん、みんな仲いいからね、うんうん、今の六本木はどうなってるか、まあ、二平さん情報しか知らないけど、うんうん、なんか全然知らないし、まあ、全然関係ないし、うん、なんかいいよいいよ、岡本さん何知りたいって言ってくれないじゃん、関係ないどんどん関係ないみたいな、当時言ってないのに、当時言ってないし、どっちでも何でもないと一番悲しいぞ、で全然どっちでも何でもないし、俺ね、何十年って言ってる人がさ、今何さ、よくわかりませんなんていうのは、どれだけ扱われてる知ってるよ、この先生は、ね、どういうの何もんだよ、言ってくれなんだろう、誰もそう思ってるよねなんちゃっとこう、じゃあ、大統領、気合い技術大統領、気合いで、はあのね、ちょっとね、ちょっとね、今ね、そっちの方面に俺行っちゃったとりあえずニワトリヤイキかなって俺は犬にはかかったよ。猫か、猫かけてねえや、うん、犬にはかかった、うん、犬にはねえけど、これなの大丈夫だこのってね、かかんない犬にはかかったけどニワトリヤかかんなかったね。ニワトリ一番かかりやすいって聞いたんだけど全然かかんなかったよたまたまいたからさあの相手からちょっとやってみようかなんか話し合いになってる、うんうんうん、鳥が鳥面鳥がいっぱいいてこうさ、まあ、追っかけてきたら逃げていっちゃうからさ、うん、こうたまたまなんかこう縦看板とかでひょこっと乗ってるニワトリでさ、うんまあ、一応動画ちょっと撮ってさ動画撮ったら「あいきはあっあいきあいきあいき」ってやってさ「はあっ」みたいな感じでさ全然かかんない向こうからしてみれば何やってた俺のバカじゃねえよお前はまさしくさ動画撮ったんだよ、また行かなかったからね、あれだったのもね、ちょっとね、気合いってかけすぎたからね、この動画アップするとバレると思ってね、アップしなかったんだけど、猫、そっか、猫、今猫が、野良猫が来てるから、そっか、顔全然かけようとも思わねえな、なんか、猫はでもね、腹立つね、やっぱりね、ほんとね。自分勝手、あいつらペットの猫は可愛いよ本当でも自分勝手猫だからねでも自分勝手ってか何考えてるか本当分かんねえよ犬はね、結構よくかかったねなんか九州の大馬さんっていう人も自分のペットに入ってたけど、ね、つってんで、あまりにお金すぎて嫌われたら捨ててねえよって言われなっちゃったみたいなやりすぎは良くないよ植物も可愛いし竹には効かなかったねあれね、無理だって竹はね、愛機で抜くとかそういう次元の硬さじゃなかったあのこう出てきてるじゃん、うん、こっからこういってさ、普通植物ってこっからこうじゃん、うん、こうじゃん、うん、竹の場合はここにぶっといのがこうあるからね、うん、こうあってこう出てるからねこれ抜けっつったって抜けないよで、そっからまたこう生えてきてこう生えてんだからさちょっと竹はまあでもこうあいろいろなまた発表会、うん、映画もやちょっと今台本400できた、うんうん、ちょっと今最後は微調整してる岩波さんのこのシーンが偉いなってなっちゃってねちょっとこれ消した方がいいかなとかっていうねなるほどねっていうかあでもあれじゃん8月の末までには完成させるからそうだだって岩波さん選挙でやるって当選しちゃったのなんか映画なんか出てる場合じゃないからね、うんうん、っていうことはまあ今年の末までにはまた映画の上映会が上映会はやられる上映会はやられる夏までにはなんとかちょっと今バタバタしてるから、ねうん、それで、まあ、できて上映会があった時にはまた声かけていただければっていうか、まあ、またねあのどうせやるよってやるよって告知やるよってどんな告知されると思うんで告知して、まあ、いつまあ場所はやっぱり浦安かなとそうだねカナダで大使館でやってもいいやられてんだけどでもさすがにカナダ大使館にはゾロ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 いけないでしょまあちゃんとやればいいんだろうけどカナダ大使館じゃなくてお金が取れない、うん、まあ DVD 売りゃいいんだけど、うん、まあでもそんなでかいあれがあるし、うん、まあ博としてはカナダ大使館で通るんだけどね、うん、まあその辺はいやまあカナダ大使館はカナダ大使館でやって、うん、あっちはあっちで、まあ、あっちはもっと普段からカナダ大使館は多分一発しかやらないから、うん、いっぱい、このいつもみたいに、半日かいて、ずっとやってるっていうのであれば、浦安の方がいいかもしれないね、うん、そら、
まあ、金曜日の夜とかに、関西しかやらせてもらって、うん、で土曜日は土曜日のやつやれば、平日来る人と、うらやすいか。かな、確か青山一丁目だからね、しかも一回すぐだから。フリーの人も入っているのかな、確かに。いや、それはね、ちゃんとそういう実際のイベントちゃんと組んで、セキュリティがちゃんとしようし、管理すれば大丈夫でしょう。それは大丈夫だよ。それいいの？それは大丈夫。向こうでいいって言ってるんですよ。簡単しからの人間がいいって言ってたからいいんじゃない？あ、それはいいって言ってた。向こうの人間がいいって言ってたから。そう、これいいってわけじゃない。簡単しからの人間がいいって言ってた。あ、いいよって。うん。それは面白い。ああ、って感じで。あとね、YouTube じゃねえ、アメコンプライム。なんかね、会社が未だにやってくんないんだよね。やってんの。で、なんかね、ブラックアウトはね、クラウドと姫付き紐付けされてんだよね。なんか知らないよ。え？よくわかんないんだけど、まあ、クラウドもそれなりにね、活用してる人だから。あ、でも、うん、まあ、で、ブラックアウトの方が出てるの？クラウドオーストリアってなってるのよ。なんでだろう。でもまあ、とりあえずブラックアウト見てもらってるよ。アマゾンプライムのこっちのお金が入ってくるのがよくわかんないんだけど、うん、まあ、とりあえず、今現時点ではお金がどうのこうのよりも、まあ、いろんな人にまず見てもらいたいっていうのがあるから、うん、やっぱり今はそこでしょう、うん、まあこの間告知してもう、今今日見た段階で219回アマゾンプライムで見られてるみたいだから、うん、今まで見せた数の中にも1回そう使い見られてるっていう、うん、映画の賞も一応入選はしてるからもしかして賞取ったりとか、うんうん、それをまた見てくれる人増えるというか、ゲーム買ってほしいけど、うん、10円当座で100円でも200円でも入ってくるから、うん、残念ながらね、amazon.co.jp じゃないんだよね、うん、amazon.com と amazon.uk の amazon プライムね、うん、日本人でも amazon.com とか買えば買えるんだけど、うん、これは買えるんだけど問題ないんだけど、 amazon プライムは日本人じゃ見えないドットコムだって言ってると、うん、それが一緒なのかどうか知らないんだけどさ、まあ、そっか、ドットコムとドットジェーピーの違いか、うん、違うからね、そっか、うん、まあでも我々の映画もそうやってちょっとやってる、まあ、こうやって頻繁にやると触れ合い機会になる機会も増えてきて、うん、いろんな人に愛嬌を知ってもらえると、さすがにね、がっつりはちょっとまだ入門、そううちは入門前提やん、うん、他の道場も大抵入門前提だから、六法会の流れを組んでるところは普通師匠が新しく入った人全員かけるっていうのはもう岡本先生のやり方だから、うん、そういった意味では旧六法会のメンバーとか、うん、ね、今の現の六法会を取っても、まあ、市販の手を取れるけど、うんうん、まあ、もっともっとざっくばらんで気楽にちょっと廃棄ってどうなのかみたいな感じで言われてみたい人は南波さんの方に来てもらってちょっと、まあ、確かにあれはこれあまりにも見ててさ、うさくさいことじゃない、うさくさいでしょ、聞いてたか何だか分かんない、何だか仲良しかいみたいな技じゃない、いわゆる、うん、そしたらやっぱり体験できるのが一番いいんじゃないの、うん、前の方が2年と早いからさ、こっちもちっちゃくなってるから、うん、そうすると結局さこれくらいになっちゃうわけよ、うん、早くやってる、うん、あれを見てると何やってるんだって感じだよね、そこいらへんがね、そこいらへんがほら、本当の技なのか、それともなんか、なんていうの、仲良し会的な感じなのかっていうのが、すっごい分かんないもん。ちょっとね。特に、ビデオとかで流れてる場合ってさ、あー、なんとも言えないよ、あれ。なんとも言えないよね。なんだろう。予定調和とか、慣れ合いだろうとか言われちゃうわけだよね。だからもう、気にしてみりゃさ、いや、どんだけ必死に受け取ってると思ってんだよっていう感じなんだけどさ、個人的には本当に嫌だもんね、あれね。はい、というわけで、これから先は常時愛機体験会ということでございますので、いろいろイベントあったりとか、まあ、できればアポなしで打ち加えても道場に呼び、うん、間違えたりとか、うん、そうすると無駄足になるし、まあ、大抵の場合は名前がいるけど、場合によっていない時もあるから、まあ、確認はした方がいいかな。とりあえずはもうメールでも一本、ちょっと見たいんだけど、まあそうだね、それはやっぱ見学する以上はそれが最低限の礼儀だと思って、連絡くれるため、その方がいいって、うん、
行ったらなんか誰もいなかったからさ、体営業やってるさとかって話もなってやります、やってますので皆さんぜひお気軽に、中間さん見つけた時なんかでも、ああ確かにね、うん、ちょっといいですか、もうその時はあのこれから次の話にさ、中間さんはもしかするとこう4年後の統一地方選に、うん、出るかもしれないので、その時はまあ愛機体験するのと合わせて中村さんに貯金票を。で、あれだね、あの街頭演説してる時にいきなりすいませんかけてもらっていいですか。いいですよ。いいね。それは次の問題。これから先街頭演説ね、たぶんなんかちょっと企画してやってみよう。街頭演説やりながらこのあの愛機体験会を愛機体験していいですか。いいですよみたいな感じでこう。カウントするだい前にも言ったけど、目指せ1万人だから1万人に触れ合い機っていう、ね、カウントつける。ちょんちょんちょんつってこと。1万票はギリギリか、でも1万票まで棒高いんじゃないんだよね。でもさ、うん、その1万票ってさ、例えば統一地方選挙で自分が住んで続き区なんですけどね。続き区以外の人間が1万票だったっつって。そういう場合もありえるから、それはそれで面白いわ。鈴木君に1万人も愛機に興味ある人と思えないよね。そう、絶対見ると思う。それすごいよね。どういう服なんだろうって感じた。というわけで、あのまたいろいろやっていきますので、はい、よろしくお願いします。